イヤというのはトラックと地面を唯一結びつけるところであって、でそれが最終的な車の性能を決定づける部品であって、まあ、決して、消耗部品ではないという、単なる消耗部品ではないという考えを持っています。でその中で何を求めているかというと、燃料費からタイヤ費、そういうものをトータルに考えていって、今のところはトータルではミシュランタイヤというのがトータルパフォーマンスでは一歩先にあるという、まあ、その結果として我が社の車は基本的にはミシュランタイヤが入っているという、そういうことです。最初に X1 提案された時には正直なんじゃこらという印象を持ったんですよね。その実際に軸あたり100キロ150キロが軽量化されるという、通常 6×2 の車は2軸ダブルタイヤ使ってるわけですけれども、それだけでやっぱり300キロぐらいは軽量化されるということは、確実にそれだけでもメリットがあると、まあ、積載が取れるということじゃなくて車両総重量が軽くなるという、まあ、悪くなるわけないやろうなと思っていたんですけれども、結果として、何かしかの燃費改善効果というのは我が社で出ております。1日300キロ、これ300日稼働した場合にそれだけで90トン、90トンの荷物を無駄な荷物を運ばなくて済んでる年間でね、それが今我が社、150台ぐらいあるんですけれども、かけるの150となれば万トンクラスの、荷物を余分な荷物を運ばなくて済んでるという、その物理的には間違いのない話だと思ってますんで、やってます。ミシュランさんには今後とも当然今あるタイヤのシリーズもさらなるパフォーマンスアップをお願いしたいし、もっといろんなサイズの提案中のものをやってもらえればありがたいかなと思ってます。で我が社ではこのタイヤをそういうタイヤを使うだけでなしに、そこに充填する空気を窒素ガスにし、そうすることによって空気圧の低下を防ぎ、燃費の悪化を防ぐと同時に TPMS タイヤの空気圧センサーを入れることによって、そのパンクチャーを早期に発見することによって、スペアタイヤを現在廃止するようにしております。でスペアタイヤも通常の鉄ホイールでしたら金具入れると約200キロあります。で先ほどのX1 タイヤにすることによる300キロの低減効果と合わせまして1車あたり約500キロの軽量化、まあ、そういったことをやりながら、またエンジンオイルは某車の 100% 合成オイルを使って、フリクションを低減して、少しでも燃費を良くする、まあ、そういう努力が一つ一つは小さな結果しか出ませんけれども、たとえ小さな結果でも出る以上はそれを足していって、重ねていくと結構大きなものになると信じております。